皆さんこんにちは。世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。今日初公判が開かれた、ザマ、神奈川のザマの9人殺害事件、かなり世間を賑わせたこの事件ですけれども、この事件についての初公判が東京地裁の立川支部で始まりました。でこの事件については、多くの、報道もなされてまして、海外でも報道されましたが、今日の報道を見ていて疑問に感じられた方が多くいるんじゃないかと。それは端的に何かというと、白石被告人自体は今回の事実関係については間違いありませんって言ってるのに、弁護士は承諾殺人とか責任能力とか争いますよと言っていると。これって法律的にどういうことなのと。本人認めるって言ってんじゃんっていうところがやっぱり疑問、わからないというお話を聞きましたので、そこについての法律解説をしていきたいと思います。まず今回の件、事案簡単に説明しますけれども、2017年3年前の8月から10月の間、このわずかもう2ヶ月弱の間に、もう21歳、15歳の、からもう10代から20代の女性と男性1人を入れて、合計9名が、殺害、死亡させられていると。で、今回の事件の特徴的なところが、10月31日に逮捕になりますが、その日、今回の白石被告人の家に警察が、踏み込んだ際に、9人の首から、切った首が、家の中にあったというところが、かなり凄惨な事件ということで報道されました。で今回の起訴されている犯罪については、強盗強制性交殺人、前の強盗強姦殺人ですね。女性8名に対しては強盗強制性交殺人と死体遺棄損壊ということで、起訴されています。男性については、強制性交が抜けるので強盗殺人と死体遺棄損壊ということになりますと。で具体的な内容としては、性的暴行を加えて、でロープで首を絞めて殺して、あとは持ち金を奪ったと。そしてから、死体を、解体して家に放置している分と捨てた分がありましたというのが今回の事実としての流れになりますと。で、そのこの件について白石被告人はもう事実関係については認めている、今回の初公判でも間違いありませんというような罪状認否をしていますし、本当に死のうと考えている人はいませんでしたということを、メディアの方々の接見の際にも、話しているようですというところなので、本人の供述を前提にすると、まさに強盗強制性交殺人と、あとは死体遺棄損壊ということになるでしょうということになりますと。でなおかつ、起訴前、今回の起訴をされる前に検察官の方で、3ヶ月かなの、鑑定を、精神鑑定を行いました。その際には完全責任能力、この白石被告人については責任能力については問題はありませんと。責任能力、要はその犯罪を行うにあたっての、自分の判断能力とか、その行動をコントロールする能力というのは落ちていなかったという判断になっていますというところで、今回の起訴になっているというような流れです。このであと問題になっているのは、今もう竹内陽子さんの件とか、あと三浦春馬さんの件とかでは問題になってますけれども、自殺志願者をツイッターでやり取りをして DM などを送って、誘い出して、で、一緒に死のうみたいな流れで、家に連れ込んだというのは経緯のようなので、この自殺志願者が、インターネット上でこうつながり合ってしまったと、そういう悲劇的な事情もあったのは今回の事実関係ではないかなと思います。ただしこの自殺志願者だったというところが弁護側の主張と関連してきますというのは今回のポイントなのかなと思います。で先ほども言いましたけれども、白石被告人自体は公判では間違いありませんと、この強盗強制性交殺人をしたことには間違いないと言ってるんですが、弁護側の主張としては、要は被害者側の承諾があった、そして本人には限定責任能力、心身耗弱や、責任無能力、心身耗弱ですね、喪失ですね、ということで、犯罪が成立しない可能性があるというような主張をされているようですと。で、この主張をしている意味です。承諾殺人、この犯罪というのは被害者側、殺害される側の人から、殺していいよという意味での承諾があったという場合に成立するのが承諾殺人です。たださっきも言った通り、本当に死のうと考えた人はいなかったって言ってるってことは、いや承諾してるよと、私のことを殺してくださいって言ってなかったんじゃないのというのが、
まあ、その前提になるんじゃないかと。そしたら承諾殺人なんか生じる余地がないんじゃないと思われるかもしれません。しかしこれはもう刑法の議論の中でよく出てくる錯誤という問題、それと関連してきます。まずここの供述を前提にすると、白石被告人としては被害者側の同意はないと考えてたということになると思うんです。ただ実際被害者側としては同意、私はもう自殺したい、死にたいんだということで殺害されることについて同意をしていたということも考えられるわけです。白石被告人は別に同意ないと思ってたとしても、まあその主観面では同意ないと思ってたとしても、客観的にそこにいる被害者は別に私は死にたいんだ、だから殺されるのには同意してますよというような事情があった場合、これは刑法論としてはもう主観面では強盗、まあ、いや殺人だけれども、被害者が同意している場合にはこれは客観的には承諾殺人なんですよ。この場合もう客観と主観の相違がある場合はこれは軽い承諾殺人罪が成立するというのが刑法上の考え方になると思います。実際僕のやったケースで逆のケースがあって、本人の認識としてはこの人はまあ同意殺人、いや私に殺してもらいたいと思っているというような認識でやったんだけど、客観的にはそこが疑問があったというような場合に、客観的には殺人なんだけれども主観面では同意殺人だからこの人には同意殺人しか成立しませんという事件は僕は経験してます。で、それの逆バージョンですよね。本人の認識では同意がないんだけど客観的には同意はあった可能性があると、そういう話であれば承諾殺人は成立する、これが法律上の議論になります。ですので本人が同意がなかったって言ったところで客観的に同意があったのであれば、それは承諾殺人だというのはこれは法律的には成り立ちうる議論、主張になるかなと思います。ですので今回弁護人は承諾殺人だという主張をしている、これが今回の弁護側の主張の意味になります。で今回もう被害者が9人いますと、でちょっと男性の方については若干経緯は違うようなんですけれども、女性の方々については基本的には自殺志願者、まあ、ツイッターでまあ首吊り死だっけなっていう形で、まあ、白石被告人がまあ自殺に関するやり取りをしていく中で自殺の志願者ということで集まった人たちなので、本当に死にたいと思っていなかった人も中にはいるかもしれませんけれども、本当に死にたいと思っていた、殺されてもいいよと思ってた人がこの8人の女性の中にいる可能性があるわけです。なのでこれ注意しなきゃならないのは、これ01じゃないんですよ。強盗強制性交殺人か承諾殺人かじゃなくて、この人についてはどうなの、この人についてはどうなの、この人についてはどうなのということで一人一人つぶさに検討していかなきゃならないわけですよ。なので極端なことを言ったら8人のうち1人だけ同意している承諾殺人ということは十分にあり得るんです。なので一件一件見ていかなきゃならないと、1個同意がなさそうだから全部同意なしっていうことにはならない。なので弁護側は慎重に審理をしてもらいたいということで、被害者3人ずつまとめて審理をして、3人終わった時点で中間論告弁論をして、承諾があったのかどうかについて皆さんにそれなりの結論を持ってもらって、次の3人でそこでまた中間の論告弁論をして皆さんに検討してもらって、最後に3人をやって、で最終的な量刑についての議論、そして責任能力についての話をしていくということになると思います。それは今回の特殊性かなと。3人やって中間論告弁論でおそらく評議もやるんじゃないかなと思うんで、まあ、結局これ24日間の審理をやって判決が12月15日と結構先なんですが、まあ、2ヶ月半の審理になりますけれども、そういうことでこれだけの日数がかかっているという形になります。ですのでもうこのまず法律的には被害者が本当に死にたい同意しているって話になるんだったら、それは承諾殺人ということになります。でそれについては一人一人状況が絶対に違うので、そこを慎重に審理しなければならないと。中には承諾殺人の人もいるかもしれませんと。あと法律論で言うんだったら、もしも死にたいと考えてるんだったら別にその日持って歩いてるものについての所有権放棄してる可能性もあるわけですよ。別にもう私のものなんか、もう私死にたいから私のものなんかいらないというような事情が何らか見受けられるんだったら、
同意があるなら強盗も飛ぶ可能性があるかなと。亡くなった後に強姦、要はもうその性的暴行を働くことについてまでの同意が取れるかどうかはハードル高いかなと思うんです。正直ここのところはさすがにこう亡くなった後、まあいわゆる痴漢行為をしていいのかというのはあるか、まあ、問題かもしれませんけれども、ロープでの絞殺と持ち金取ったというところについては被害者側が同意していた場合には場合とのケースバイケースで落ちる可能性も出てくるよというのが今回の事案の特殊性です。あとは最後に責任能力の点ですけれど、これは、まあ、あの起訴前に本鑑定ちゃんと医師による鑑定を、まあ、通常3ヶ月間しっかりやってるでしょうということになれば、これを覆すのは容易ではない。ただ起訴前の検察官の主導での鑑定です。ただ公判前といって起訴された後に裁判官、検察官、弁護士の間での争点整理などをやる手続き、公判前で鑑定をやる場合には鑑定の医師のセレクトとか、場合前提になる資料の提供、どこまで提供するのかと、検察官は前提にしている事実関係について弁護側はどういった反論があるのか、どういった別な資料があるのか、被告人側、白石被告人側にとってどういった有利な資料があるのかというところの、まあ、ある意味ニュートラルな資料で臨める可能性が高いのは公判前の方なんですが、起訴前の問題点として検察官側が医者をセレクトして、検察官側の選んだ証拠だけ見て医師が判断しているのが起訴前鑑定なので一方的なんですよ。なのでそこの起訴前の鑑定には問題があるというのが一般なんです。ですので通常は起訴前鑑定で完全ってなってても、公判前段階、公判前整理手続きの段階でもう一度鑑定することが多いんです。その時には弁護側も資料を出します、出すことが多いでしょう、出さない人もいるんですけど出すことが多いということになるんですが、ただちょっと今回の報道を見てる限り公判前の鑑定をしていない可能性が高いかなと。やったっていう話は出てこないので、もしもやってるんだったらこっちの鑑定の結果が表に出てくるでしょうし、審理の対象になるでしょうと。ただそれがまあなされても出てこないという話であれば、何らかの理由で公判前の鑑定をしなかったんだと思います。それは公判前での鑑定を弁護側が請求したのに裁判所の方で改めて鑑定をする必要はないんじゃないかということで裁判所が蹴った可能性がある、もうこれでいいじゃんという可能性もあるんですが、ちょっと今回の事案で見た場合に裁判所としては公判前での鑑定を蹴るのはちょっと考えにくいかなと。さすがに慎重を期するでしょう。これだけの事件を起こしておいて起訴前鑑定だけでは鑑定としてはちょっとやっぱ心もとないと判断するんじゃないかと思うので、であと考えられるのは今回の特性として公判前段階での再度の鑑定を被告人自身が拒否した可能性もあるかなと思います。被告人自身が拒否すれば当然医師との面談とか、まあ血液検査と脳波の検査とかに応じないってこともあるので、この鑑定を行われなかったのは弁護側が請求しなかったのか裁判所が蹴ったのか、もしくは被告人が拒否したのか、何らかの事情でこれはなされなかったんじゃないかなと思います。とはいえ弁護側としては本当は鑑定したかったけどできなかった、とはいえこの鑑定にはやっぱり問題があるよねということであれば、当然のことながら責任能力については争う主張はするでしょうと思います。でなおかつやっぱりその今回の報道とかやっぱりその今日の初公判前に、まあ、一部の報道機関の取材とか受けてるみたいで、朝ごはんが美味しかったとか被害者に対しての申し訳ない気持ちはなかったとか、お金持ってる持ってない人を殺した、持ってる人については金づるとして紐として使ってたみたいなのを今の段階でもまだもうひょうひょうと喋ってるという状況って、やっぱり心理状態としてなんかおかしいよねと思う方が正直なのかな、ところなのかなと、素朴な違和感っていうのを感じられる方っていうのは多いんじゃないかと。もうある意味こうもう死刑でいい、むしろ死刑になりたいというの希望に になってるから、もうやけっぱちになってるかもしれないですし、何らかの、まあ、性格的な問題や、まあ、脳の、まあ、気質的な問題何らかがあるんじゃないかと考えたのが素直じゃないかと。
で実際僕も鑑定請求とかで、まあ、鑑定やられてる医師とかの話、もうお医者さんとかで話した機会あるんですけど、素朴な違和感があるケースはやっぱり何らかの精神疾患がある可能性もあるから、この素朴な違和感がある場合にはしっかりと鑑定すべきですって、やっぱお医者さんの、まあ、東京で一線で働かれてる精神鑑定の精神科医の方がおっしゃってたので、やっぱりここのところっていうのは実際の裁判員の方々も感じるかもしれません。それであれば完全責任能力じゃなくて限定責任能力、心神耗弱みたいな話になる、そういった主張を弁護はするということも十分あり得るのかなと思います。そうですので、今回こういった意味で本人が何て言ってようが法律的には承諾殺人になる可能性がありますよと、一件一件つぶさに見ててくださいねということで、なおかつ責任能力については何らかの事情で公判前の鑑定が行われなかった可能性があるので、鑑定できなかったけれどもちゃんと判断にしてねと、問題点ないですかこの起訴前の鑑定にはというところが今回の事件の争点になっていくと思います。まあ、細かいところはちょっと正直僕も把握できてないところもありますが、報道を見る限りおそらくこういった主張になっているんだろうという僕の予想です。今後もおそらくまあ審理が進んでいく中で被告人質問なども行われるでしょう。その際にまた具体的な事情が出てきたら、その時点でもまた法的解説をしていきたいと思います。まあ、引き続きこの事案についての解説に期待していただければと思います。また質問等ある方には解説コメント欄で質問していただければと思います。まあ、引き続きやっていますのでまたご期待ください。それではまた。